皆様こんにちは、愛です。本日はこちらになります。もうすでにパンパンになりそうなんですけれども、使い切ったものですね、ご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。ということで、前回ご紹介してからどのぐらいかな、1ヶ月ぐらいかな、どのぐらいだろうと思ってるんだけど、もうパンパンになりそうなんですが、とにかくね、パッケージの大きいものがね、今回たくさん入っておりまして、なのでいっぱいいっぱいになっているんですけれども、とりあえずですね、いつも通りですね、くじ引き方式で10点ご紹介していこうと思います。まずね、パッと取れたものからですね、こちらになります。ストライレックスのセンシティブになります。こちらね、いつも出てくるものなんですけれども、今回はね、増量バージョンじゃなくて90枚入りの通常バージョンだったので、やっぱりね、最後液がね結構残って、このぐらい残るんですよ。結構残ると思いますね、このぐらいって。最後の1枚を取った後にコットンね持ってきて、3、4枚ぐらいかな入れて、中に入ってた液も使ったんですけど、それ使った方がいいのか使わない方のがいいのかちょっとよくわかんないんだけど、っていうのもね、90枚だから、まあ結構長いこと使ってるからね、残ってる液がね、あんまり衛生的じゃないのかどうなのかななんて思っているんですけども、なんとなくもったいないなと思ってですね、いっぱい液が余った時はね、コット入れて使っておりますが、まあこちらね、もうずっとね使っているものなので、新しいものですね、開封して使っております。ポビが歩いてる。じゃあ2つ目、こちらになります。ドクターブロナーのマジックソープですね。こちらは T3 になります。あ、入ってきた何、炭酸水飲むの。まあ、こちらもね、何度か出てきてるかなと思うんですけれども、そんなクソクソしなくたっていいのに私はこれでメイク用のスポンジとブラシを洗っておりまして、以前ね、メイクブラシの洗い方かなっていうビデオをアップロードしたんですけれども、その時にね、お話ししてるかなと思うんですが、スプレーボトルにこれ半量とお水半量入れて薄めて、シュッシュッシュッとして使える用のスプレーをね作ってるんですけれども、まあどんなことにも使えるソープなんですけれども、私はね、その他の用途では使ってなくて、もうメイク用品を洗う専用っていう感じなんですが、洗浄力も高いので綺麗にね洗えるし、泡切れもいいし、ブラシやスポンジ洗うのにすごくね使いやすいソープだなと思っております。スプレーボトルに入れてて、いつもシュッシュッシュッってするんだけど、霧状で出てくるからなのか、それともこの T3 だけなのか、ちょっとその辺わからないんですけど、吸い込むとねむせるんです。そう、それがね難点かなと思います。なので私はもうスプレー使ってる時は呼吸しないっていうようにねしてるんだけど、お父さん知らないから思いっきりザーッと吸い込んでグエフグエフむせましてね、なんだ言ってましたけど、これですね、何がそうさせるのかなとは思ってるんですが、入ってるものは別にそんなむせるようなものは入ってないかなと思ってるんですけども、とにかくスプレー状にした場合は吸い込まないように注意した方がいいかなとは思います。でね、いつもこの T3 を購入してたんですけど、この前コスコでペパーミントだったかなのボトルが2本で13ドルぐらいで売られてて、もうこれね、あとちょびっとしかなかったので、マジックソープ買いに行かなきゃなと思ってたので、あ、ちょうどいいやと思って、でもいつも T3 使ってるからペパーミントどうなんだろうなんて思いながら、でも安いし買おうと思ってねペパーミントを購入してきたので、今スプレーボトルでこのぐらいかな、まだこれの作った液が残ってるので、それ使い切ったらね、ペパーミントを薄めてね使おうと思ってるんですけれども、それでまたね香りとかペパーミントもむせるのかどうなのかっていうのもね試していきたいなと思っておりますので、まあまたそれはペパーミント使い切った時にねお話しできればいいかなと思っております。お次、3つ目、トレーダージョーズのオールインワンフェイシャルクレンザーになります。これは前回も出てきたかな、前々回かなと思うんですけれども、いつも使ってるね洗顔がなくなりそうだったので購入して使ってましたなんてお話ししたかなと思うんですが、こちらがなくなった時にまだね、そのいつも使ってる洗顔購入してなかったので、引き続きこちらを購入してきて使ったんですが、まあ使用感とかね、その他のことは前回お話ししてるので割愛させていただこうかなと思うんですけれども、私このね洗顔結構好きなので、今ねいつも使ってる洗顔に戻ったんだけど、それまた切らしてる時はねこちらね使いたいなと思います。お次、4つ目、こちらになります。バス&ボディーワークスのウルトラシェアボディークリームになります。香りがワイルドストロベリーになります。
こちらのウルトラシアボディクリームですね、東京に出てくるかなと思うんですけども、そしてこのね、ワイルドストロベリーの香りも違う商品で出てきてるかなと思うんですが、まあすごい好きな香りで、私ボディクリーム全身はセタフィル使ってるんですけれども、部分用にウルトラシアボディクリーム使ってるんですが、まあこれをね塗っても寝ると、このね香りに包まれて眠れるんですね。すごい好きで、はい、いい香り。今ね、ウィンターキャンディアップル使ってるんだけど、もう暖かくなってきてるんですけど、まあでもこの香りがやっぱり好きだなと思っておりまして、まあまたね、このワイルドストロベリーの香り、他のね、アイテムでも欲しいななんて思っているんですけれども、私このね、ウルトラシアボディクリームは必ずクーポンでいただいてきておりまして、定期的にね、これがいただけるクーポンが来るんですね。これじゃなくてもいいんだけど、この13ドル50までの商品を1点引き換えられますよっていうクーポンなんですが、そのクーポンが来ると必ずウルトラシアボディクリームと引き換えております。これは転んだ時の傷でね、全然で消えないんだけど、まあ、ここは無視して、肘めっちゃツルツルじゃない？そう、肘とか膝とかに塗って使ってるんですけど、めっちゃガサゴソだったんだけど、それもねツルツルになりましたね。肘がもちもちしてるってなかなかないことだと思うんですけど、もちもちしてるんですね、まあ、ゴロゴロおかげだと思っておりまして、お膝もねもちもちしておりまして、まあとにかくね、すごく潤うんですけども、ベタつくのが嫌いな方にはねちょっと使いづらいかなとは思うんだけど、ほんと体のね乾燥がね気になる方はこれも全身使ってもいいんじゃないかなっていうぐらいね、めっちゃ潤いますので、もう痒くてボリボリかいちゃうような方ね、一度試してみてもいいかなと思うね、ボディクリームになります。次、5つ目は同じくバス&ボディワックスの商品ですね。ジェントルフォーミングハンドソープのウィンターキャンディアップルになります。こちらの香りのウルトラシアボディクリームを今使ってるんだけど、この香りも私好きです。冬の香りだなーっていうね、甘いねリンゴの香りがして、アップルサイダーのシナモン抜きみたいな感じの香りなんだけど、ちょっとお花の香りもするんだけど、すごく好きな香りでね、冬になるとこれね出してきて使うんですけれども、あ冬がやってきたなっていう感じがして、これ使い切るとあ冬が終わったなっていう感じがしてね、季節を感じられるので、そういったね、なんて言うんだろうな、季節の移り変わりを楽しむっていうのかなもできるので、すごく好きなんですが、今年の冬用にねストックが2個ぐらいあるかなと思うので、またねホリデーシーズンになったらね出して使いたいと思います。お父さんおトイレ行きましたね。じゃあ次、6つ目、セラブレスのオーラルリースですね。レインフォレストミントのフレーバーになります。いつもねこちらのマウスウォッシュは使い切りバッグには入れてないんですけども、こちらにちょっとお話ししたいことがあって入れたんですが、このねレインフォレストミントですね、こちらの香りについてなんですけれども、いつもはマイルドミントっていう本当にね全然刺激がないね優しいマウスウォッシュでね、それがまあとにかく気に入って、お父さんも私もあんまりねやっぱり刺激が強いねマウスウォッシュ得意じゃないから、このねテラブレスのものを使い始めてからですね、ずっとリピートして使っているんですが、この前マイルドミントが一つしかなくて、でじゃあもう一つレインフォレストミントっていうの新しいよねって言って購入したんですけども、前からあったのかなどうなのかなと思ってるんだけど、ここにねニューフレーバーとも書いてあったので、あとピンク色のもあったんですが、それはまだ試してないんだけど、このレインフォレストミントはディステリンとかそういうのに比べたら刺激は少ないけど、でもマイルドミントをずっと使ってる身からしたらめっちゃ刺激があります。初めて使って口に入れた時に、おピリピリするって思って、おお長くちょっとブクブクしてるのきついなっていうぐらい刺激がありました。これのね香りなんです、一番ねはぁって思ったのは、口に入れた瞬間にベルガモットの香りに包まれて、これベルガモットの香りがするんですね。レインフォレストミント、レインフォレストのイメージがベルガモットなのか何なのかちょっとよくわかんないんだけど、でねよくねこの入ってるのを見たら、ナチュラルストラスブレンドフレーバーとナチュラルベルガモットフレーバーが入ってるんですね。あベルガモットやっぱり入ってたと思って、本当にすっすごいねベルガモットの香りがします。アールグレイティーがお好きな方、ベルガモットの香りがお好きな方にはすごくね癖になるね香りのするマウスウォッシュかなと思います。かなり強めのベルガモットの香りがします。なので口に入れた瞬間からね鼻にねベルガモットの香りが抜けて、もうずっとねベルガモットの香りに包まれるので、これアイハーブで売ってるかな、マイルドミントしか売ってないのかな、どうなんだろう、他のフレーバー売ってるのかな、ちょっとチェックしてないんですけど、ベルガモットの
の香りが好きな方で、まあ、少しねマウスウォッシュ刺激があっても大丈夫だよっていう方で、こちらで試してみるのもいいのかななんて思いまして、お話ししたくてですね、使い切りバッグに入れました。次7 SD カードが満杯になってしまいました。お次7個目ですね、こちらになります。ヘリテージストアのオーラグローローズになります。私はねこちらね、お風呂でコンディショナーに混ぜて使っているオイルなんですけれども、以前はねマッサージオイルとしても使っていたんですが、もう最近ねオイルマッサージサボってて全然やってないんだけど、週に1回のねスクラブでねちゃんとツルツルっと保ってておりますし、お風呂の中でねもうリンパ流したりマッサージ自体は毎日してるんですけども、まあ、オイルつけてするほどでもなくて、体洗ったついでに泡でマッサージするみたいな感じでやってるので、こちらねマッサージオイルとしては全然使わなくなってしまったんですが、必ずねコンディショナーには混ぜておりまして、2滴から3滴ぐらいなのでね、結構容量あるのでね、1本使い切るのにねどのぐらいかかるかなっていう感じぐらいね、ちょび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 と使っておりましたが、ローズのいい香りがするし、オイルをねコンディショナーに混ぜると、私本当に髪ドライなので、コンディショナー後ね、しっとりとね、仕上がってくれてね、すごくいいので、コンディショナーに混ぜて使うオイルが欲しくて、探してこちらを購入したんですが、それからずっと使っておりまして、香りもだし、使用感もだし、すごく気に入ってるので、かなり前にアイハーブでこちらね、セールしてた時に、ストックを購入していたので、今もですね、そちら開けて使っております。8個目、こちらになります。ペタルフレッシュボタニカルズのホワイトラディアンスアンタイウィンクルクリームになります。これももうずっと愛用しているクリームなんですが、これはね、バーリントンでね、$2.99で売ってて購入して使ってたんですけど、いつもはね、アイハーブで購入してるんですが、まあ、とにかく私にはすっごく使いやすい、ちょうどいいクリームなんですね。で、このね、大容量で、確かアイハーブだと6ドルぐらいだったかなと思うので、価格も可愛いしね、まあ、スキンケアにちょっとね、ホワイト系のものっていうのかな、美白系のものをね、一つは入れたいなと思って、このクリーム使って、ているんですけども、まあその辺はね何とも言い難いんですが、やっぱり継続して使っていくことが大事だと思うから、まあですがシミがね濃くなったり増えたりっていうのはそこまで感じないので、それなりにお仕事はしてくれてるんじゃないかなと思っておりまして、ただこちら今リピートで購入してなくて、っていうのも他にも使いたいクリームがいろいろあって、先にそちらで使い切ってからこちらに戻るか、もしくは今いろいろねクリーム試しててすっごい気に入ってるものとかもあるので、これのね10倍するぐらいのね価格のものもあったりするんだけど、まあいろいろね悩んでね今後ねクリーム考えていきたいなと思っておりまして、まあですがコスパとかいろいろ考えたらねこれに戻る予感がするんですけれども、マスクした日はこれでたっぷり真っ白になるぐらいまで塗って少し置いておいて、ちょっとずつ透明になってきたらなじませるっていうのを、そうするともうふっくらもっちりするんですね。そういう使い方もできるから、たっぷり使うのにも惜しみなく使えるしね。まあとにかくこちらのクリーム好きなので、きっと戻るんじゃないかなと思っております。あ、次9個目、こちらになります。アドバンストクリニカルズのレチノールセラムになります。これはねのぐっちゃんに教えていただいて、ものすごく可愛い価格帯だけどもっちりするよって言ってね教えていただいて購入したんですけれども、まあほんともっちりねいい感じでねふっくらしてくれて、冬の間はねこのセラムを夜のスキンケアで使っておりまして、今ねそれもバーリントンからで購入した同じレチノールセラム使ってるんですけど、それ使い切ったらもうねそろそろビタミン C 系にした方がいいかなと思うので、インスタナチュラルのセラムに戻ろうとは思っているんですけれども、なので季節ごとにレチノールセラムかビタミン C のセラムかっていうのをね使い分けておりまして、まあこのアドバンストクリニカルズのものですね、いろんなものあって、その他のものも試してみたいなと思っておりまして、ヒアルロン酸のものだったりとかいろいろ、次の冬もねレチノールセラムねリピートしようかなとは思っておりますが、その他のねセラムもね今年の冬ね試してみたいななんても思っております。お次最後10個目、こちらになります。バジャーのフットバームになります。もうこれもねしょっちゅう出てきててね、私この子に対する愛をすごく語ってるかなと思うんですけれども、もう手放せないフットバームですね。これに加えて愛さんからいただいたね、かかとちゃんを履きますと、もうねかかとももちもちになるの。かかとがこんなもちもちするっていうのは私ねほんとね驚きまして感動したんですけれども、かかとちゃんね、あと
ね2セットぐらいね予備でね欲しいなと思っておりまして、今回日本に帰ったらねかかとちゃん購入して帰ってこようと思ってたんですけど、ちょっとね帰れなかったのでね、次回ね日本に帰るときはもう絶対かかとちゃん買って帰ってこようと思ってるんですが、でねこの子もね引き続き塗っていってね、かかとですでいい状態ずっとね保っていきたいと思います。以上がこちらに入っておりました使い切ったもの10点になります。今この中で4つ入ってますね。もうスッカスカになりました。大きいパッケージのものがなくなったらこんなにスッカスカになるんだって思っているんですけども、まあ毎回お話ししてるかなと思うんですけれども、使い切りはですね定期的に10点ずつですねこれからもねご紹介していきたいなと思っておりまして、いつも出てくるものとかもねあるんですが、毎回ご紹介するのもなーなんて思って、それを処分してねご紹介するのもやめようかなどうしようかななんても思ったんですけど、ずっと切り手使ってるっていうねお話してて、急にね使い切り出てこなくなったらあれやめちゃったんですかってね思われる方もいらっしゃるかななんても思いまして、なのでね使い切りバッグに入れてね取ってはいるんですが、まあそのね毎回出てくるものに関してもねちょっと考えていきたいなと思っているんですけれども、まあとにかくですねこちらにねまたちょっとずつ貯めていきたいなと思っておりますので、次回のですね使い切りもご覧いただけると嬉しいです。それからですね、本日もゲットレディ撮っております。今回はですね、かなり前に購入してご紹介いたしましたカラーポップのキャンディーバトンというですね、かわいいね、パレットがあるんですけれども、そちらを使いまして、こんなね、アイメイクをしてみたんですが、あとね、ソルボディのハイライター、ボディ用なんだけど、お顔にも使えるよっていうものなんですが、そちらも使ったんですけれども、なんかグリッター塗りたくったみたいな顔面になったんですが、まあ春らしいピンク色のね、顔面に仕上がったかなとは思っております。ゲットレディもですね編集次第アップロードしようと思っておりますので、ご興味のある方よろしければゲットレディもご覧ください。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。